エシャロット悪くないな。ベジータ、戻っていたのか。喜べベジータ、すげえ強いやつらと戦えんぞ。宇宙中はやっぱひれえよな。第11宇宙のトップなんてブルーになってもオラ勝てっかどうか分かんなかったぞ。何？ブルーになってもだと？ああ、しかもいっぺんに80人で戦うんだ。10人ずつ8つの宇宙の戦士が同時に戦って、最後まで残った人が優勝です。80人いっぺんにバトルロイヤルか。出発は明後日です。俺は人数から外してくれ。明後日じゃ子供が生まれているかどうかわからんからな。でも宇宙中の強いやつらと戦えんだぞ。行きましょうよベジータさん。おかしいな。どうしてそんなに俺を参加させたがる？カカロット、いつもの貴様ならむしろ俺が参加しないことを喜ぶんじゃないのか。80人、いや70人の敵と俺に邪魔されずに戦えるんだからな。だからそれはよ。ごちゃごちゃ言うな。お前も参加しろ。これは命令だ。どうしてもと言うならブルマを説得しろ。そうじゃない限り俺は動かん。はあ、わかりました。ブルマさは安静にしてねえと。もうこんなお腹になってっからな。ありがとう父さん。失礼。ウィッサ、何勝手に入ってきてるだ。今大変な時期なんだべ。な、何？エイリオエイリオエイリオエテで、寂しいな。オイルはエイリオエテで。私の赤ちゃん。よしよしよし。ベジータさん、これで出場できますね。ありがとう、楽で助かったわ。またウィッサにお願いしようかしら。地球があればですがね。あ、これですよ。ベジータさん、おめでとうございます。僕、トランクスに知らせ